おいっす、こんにちは、メルです。ということで、今回はガンホーコラボのキャラクターが、また友情ガチャと星6個ガチャかな？星6個じゃない。魔法石6個です。魔法石6個ガチャで登場するよっていうことで、性能をね、パッと簡単に今回は見ていきたいかなと思います。500友情ポイントで1回切る。つまり、まあ前回のやつに、変わって出てくるやつですね。吉野ちゃん。バランスタイプで、スキブ1個の指3個、自動回復が2個と、非属性ダメージ軽減と、追加攻撃、閉じちゃった。で、ステータス HP3564、攻撃1321、回復392。まあ、ステータスは低いかなと。曲線も正直あんまり使えそうなのは、まあ、指がいっぱいあるのと、追加攻撃ぐらいかなとは思うんですけども、スキルの方が5ターンで、1ターンの間ドロップの操作時間半減するけど、左端立て1列を回復ドロップに変化。まあ、なんで、まあ、なんだろうな、新しいっちゃ新しいね。操作半減しつつ自分にマイナス目を加える代わりに5ターンで回復ドロップを5個作りますよって感じなんですが、まあライゼンがいるからあれかもしれないけど、まあどっかしらでね、追加攻撃必要になるっていう時に周回編成のスキル要因として、まあ入るかなってとこですけど、まあ無理に欲しい性能ではないなって感じですね。リーダースキルは正直難しいよな。回復の2コンボ以上で攻撃4倍で、64倍ビタフレで出せて、人貴族性の敵から受けるダメージを半減、まあ、弱くはないんだけど、なんかもうちょっと火力、まあでも64倍がそうか、ちょっと回復の2コンボっていうところは難しいかなとは思います。リーダー、まああんまりこいつは向いてないかな、リーダーにも。はい、ということで次バハムート、操作時間1個と封印1個、スキブ2個、光ドロップ強化2個と、光ダメージ軽減1個の水属性ダメージ軽減とコンボ強化入ってます。 HP3723、 攻撃1903、回復11、まあ、ステータスは高くないです。で、強いのがスキルですね。オメガブレス25ターンもかかっちゃうんだけど、一旦ドラゴンタイプの攻撃力エハンス4倍と、敵全体に攻撃力かける250倍の低い属性攻撃。250倍って結構強くて、確かグリム城の最大火力が250倍ぐらいじゃなかったかな、と違ったらコメント欄で教えてください。確かそれぐらいだったはず。HP が一番低い時にグリム城のブレス打ったら確か200何十倍ブレスだった。300倍は確か出なかった気がするんだけど、ちょっとその辺の数値覚えてないです。申し訳ない。で、教えてください。で、リーダースキル、ドラゴンタイプの攻撃力2倍、5コンボ以上で攻撃力が 3.5 倍、水と光属性の敵から受けるダメージを半減です。こいつら自分の属性のあれだね、自分の属性の敵から受けるダメージを半減って感じですね。こいつも5コンボ以上、まあ、倍率は出しやすいけど、3.5 で7で49倍なんで、さっきよりも火力は落ちると。まあ、覚醒がね、さっきのやつよりも優秀だと思うので、まあ、サブとして、というかむしろ、まあ、ランキングダンジョンでも、ランキングダンジョンってそんなフロア数長くないから、このブレスが使えるかって言ったら微妙。周回編成で、マルチで周回するときにスキブいっぱい積んだパーティーでは使えるかなといった感じの性能になってるので、まあ、ブレスとして1体は欲しいかなといった感じです。HP に応じずにね、エンハンスかけつつ、ブレス打てるので、まあ、ドラゴンタイプ、ドラゴンパーで周回編成組むときに、こいつのブレスプラスエンハンスが役に立つときが来るかなといった感じなんで、1体は、欲しい性能になっております。で、この辺がちょっと見にくいかったので、これはちょっと後に回しましょう。確か見にくいからって言って、村子さんが後から追加で上げたはずなんで、静止画を。これは、魔法石6個で1回引けるコラボガチャですね。これがそれですね。星5キャラクター。結構ね、ラインナップの数が多いので、まあ、星6個だから大変かな。まあでも1個増えるだけだから、微妙なところだね。この花、昨夜ですね。攻撃タイプでバインド耐性2個のバインド回復2個のスキブ1個のガードブレイク。覚醒自体はそこまで強くないです。火と闇ね。 HP2109、 攻撃が2156、回復が494。まあ攻撃力がやや高いかなと。コスト16でめちゃくちゃ低いですね。でスキル5ターンで HP を7000回復して、4ターンの間最大 10% ですね。最大 HP の 10% 分を回復します。まあ5ターンで打てるという面でかなり強いんじゃないかなと。自分一人で結構ループ的なことできるんでね。まあ、スキルは意外と使えそうな気がします。で、リーダースキルが攻撃タイプの HP1.5、攻撃力3倍、スキル使用時に攻撃力 1.5 なので、まあ、使わないですね。はい。次、テンフーファということで、指1個、封印2個、暗闇1個のコンボ強化2個。コンボ強化2個持っている時点でまあまあ強いかなと。体力タイプ。HP4966、攻撃1542、回復力壊滅。
で2ターンの間、スキルが2ターンの間、闇属性の攻撃力 1.5 倍、水ドロップを闇ドロップに変化、闇ドロップを6、これは使えるかなって思います。やっぱり最近はね、ルーレットがめんどくさい、ルーレット対策として自分のドロップをロックせざるを得ないので、自分のドロップをロックしてくれるこういう系はありがたいかなと。まあ、どっかの闇パー、例えばラジュアとかあの辺で周回編成組むとか、どっか攻略する際に、例えばソニア、水ソニアの陣で、水ソニアって言わないか、青ソニアの陣で、変換しつつ、変換した瞬間にこいつのスキルを打って、水ドロップを闇に変えて闇花火で完全ロックで、ルーレットを無視ということも、まあ、できるかなといった感じになっているので、闇の周回編成としてまあどっかで役に立つかなっていう感じがします。ただ封印耐性2個とコンボ強化2個を持ってるので、普通にサブに何かしらのパーティーで、まあ無理に入れる必要はないかもしれないけど、こいつが入れるのでサブが他にいないよっていう方は入れてあげると火力要因にもなるし、封印耐性、例えばね、闇アテナとか封印耐性持ってない、まあ闇アテナには入んないから体力タイプって確か、そういう封印耐性持ってないリーダーのサブとしてはかなり優秀かなと思います。リーダースキルは闇属性の HP 攻撃力2倍、ドロップを消した時回復力 ×20 倍の HP を回復、4倍しか出ませんね、火力が。はい、ヘレネスキブ2個の指1個、貴族性ダメージ軽減4つとチーム HP アップが1個、結構貴族性ダメージ軽減4つ持ってるのはでかいかもしれないですね。 HP3935、 攻撃1473、回復力355、まあバランス的な数値になってます。木と水なんで結構多色のパーティーには入れそうな属性だけどね。スキルが10ターンで3ターンの間、貴族戦の攻撃力が2倍、3ターンの間回復力が2倍、あ、結構スキルも優秀なんじゃないかな、キーパーとして入れるなら。なんだろうな、こいつが使えるとしたら、まあキーパーの貴族戦完全ダメージ無効パに入れるかなぐらいなもんですけど、実際最近そういうの使う人ってなかなかね、ミネルヴァとか流行ってた時代はあれだったけど、なかなか使わないからね。まあでもスキルは優秀だと思います。リーダースキル、貴族性の HP 1.5 個コンボ以上で攻撃が上昇、最大5倍、使わないです。またなんか動いたぞ。で、次がちょ待って、マジでやばくね、この動き。俺がスマホを使うのが下手くそなのかな。次がですね、ここまで行ったからこれかな、失敗の獣戦士、獣戦士かな、アタランテですね。アタランテ攻撃タイプ、封印耐性2個のスキブ1個、指1個、コンボ強化1個のバランスキラーです。で、ステータス水属性、水属性で3223の HP、 攻撃力が1898、回復319、まあ、全部平均値って感じですね。スキル2ターンで1ターンの間落ち込みしなくなるけど、水ドロップ3個生成、これはまあ悪くないスキルだと思います。負荷効果、自分にマイナスな効果があるんですけども、水ドロップが3個2ターンで生成できるのはいいんじゃないかな。落ち込んなしの、もともとリーダースキルが落ち込んなしのサブに入れてあげたら、ね、2体入れたら常に水ドロップ3個ずつは必ず供給できるといった感じなんで、まあ、ワンチャン、まあ面白いかなとは思いますけども、まあ、2体できれば欲しいですね。はい、でリーダースキルはもういいです。はい、次がオルペウスかな、オルペウスバランスタイプで、スキブ1個、ウェイガー3個のマルチブーストが2個ですね。 HP3636、攻撃力1514、なんかちょっと下ネタに見える、回復力が424、あんまり高くないね、回復力がややちょっと高めぐらいかな。で、スキルが10ターンで敵の行動を1ターン遅延と、全ドロップを水、木、光、回復ドロップに変化。いいね、回復を含めた4色陣、非常に使えると思います。やっぱりこいつはスキルが優秀だね。マルチブースト2個持ってるから、じゃあマルチで、なんかパーティーで使うかって言ったら使わないんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、リーダースキルは言わずもな、もがなかな。まあ、もとも倍率が低いから使わないでしょう。水、木、光、回復って誰に使えるかな？水木光、なんかパッと思いつかないんだけど、まあ3色とか2色以上とか3色から倍率が出せるやつ、回復を含めて4色で倍率が出せるやつのサブに入れると強いかなと。もしくは回復の十字消しの光とか木とか水のパーティーにもワンチャン入れるかなとは思います。まあ追加攻撃を必要とする時の陣スキルとしてね、回復まあ4色だったら5個生成する可能性は非常に高いので、まあ、ありなんじゃないかなと。
キルは優秀だと思います。遅延も打てるのでね。でデルピュネドラゴンタイプ、スキブ2個、封印1個、指1個、回復キラー2個です。ドラゴンタイプは回復キラーが増えつけれますね。これは優秀だね。ドラゴンタイプに回復キラーつけれるので、回復キラー実質3個以上の火力、3個持ち以上の火力が出せるよと。でしかも回復キラーって武器で、あるので、誰だったかな、誰だったっけ回復キラーの持ってるの、なんか武器シリーズのあの女の子たちのどれかだったと思う。コピス、待って、コピスだったかな、男の子だったかな、コピスかなんか誰かが回復キラー確か持ってるので、まあ回復キラー4つ持ちにできると思うので、これはうん欲しい。普通にスキルも強いけど普通に欲しいですね。回復タイプがそんないっぱいいるわけじゃないけど、まあ、ここぞという攻略の時に使えそうなので、例えばゼウスバースとかに出てね使えそうなんで、こいつは絶対1体欲しいです、個人的には。で、HP4458、 攻撃1791、回復力壊滅で、竜飛の激鈴かな、竜姫、うん、10ターンでドラゴンタイプの攻撃4倍、普通に強い。こいつはいいですね、今まで見た中で結構1位2位を争う強さだと思います。で次メルクリウス、攻撃と回復タイプ、星6枠ですかね、スキブ2個の封印2個の指1個の 80% 以上強化とドラゴンキラーが2つとなっております。こいつにドラゴンキラーが触れるか否かですが、ドラゴンキラーが触れるのがバランスタイプと回復タイプなので、こいつは触れますね。はい、ということでドラゴンキラーはもう1個つけれますといった感じなんで、非常に強い、まあ、普通にドラゴンキラー無難につけてあげるのがいいかなと思います。ただし、ドラゴン以外に対してはあまり火力を出すことはできないんで、まあ、ドラゴンが出てくるダンジョン、壊滅ドラゴンラッシュとかああいう系に、まあ、使えるかなと、サブとしていいんじゃないかなと思います。で3ターンの間キドロップが少し落ちやすくなって、敵の行動に2ターン遅らせる、まあ十分目覚めプラス遅延ということでスキルも優秀かなと。あ、 HP とか触れてなかったかな、 HP が2658、攻撃2053、回復692、まあ、回復力もプラス打ってあげたら1000まではいかないけど900後半かなと思います。980ぐらいかな、結構回復力も高いので優秀なサブだと思います。でリーダースキルが貴族性の攻撃力が2倍、受けるダメージを軽減、何もしなくても常時軽減ですね。昨日2コンボ上で攻撃力が2コンボで攻撃力2倍、3コンボで3倍、倍率自体高くないんで、まあリーダースキルリーダーというよりはサブとしてドラゴンタイプにぶっ刺してあげるのがいいんじゃないかなと思います。次アルテミスということで、アルテミスなんかやっぱゲームが変わるとね、だいぶね犬も可愛くなるもんだね。ということで攻撃と神タイプ、光属性強化が3つ、指が1個のスキブ2つの進化合成用キラーかな、これ2つの悪魔キラー1個な、まあまあポイントポイントでは刺せるっていう性能になってますね。で攻撃と神タイプなので触れるキラーとしては、悪魔キラーと、売却用、まあこの辺は全部触れるかなんで、まあこいつあれだね、進化合成用キラーもう1個3個振ってあげて進化構成用にぶっ刺してあげるのがいいんかなとは思います。 HP4086、 攻撃2361、回復力が、まあ、壊滅とはいかないけどまあ低めですね。うん、ステータスそんなに魅力的ではないかな。で、次スキルが6ターンで最上段の横1列を光ドロップに変化、毒刀邪魔ドロップを回復ドロップに変化、あーいいんじゃないかな、まあ、毒刀邪魔がなくても列生成として自分のねリーダースキルとか覚醒にも相性がいいんじゃないかなと思うので非常にいいスキルだとは思います。まあ毒刀邪魔の対応もできるんでね、これは欲しいですね。まあ1体ないし2体ぐらい欲しいかなといった性能になっております。光を6個以上つなげて消すと攻撃力が 3.5 倍、回復の5個十字消してダメージを半減、攻撃力が2倍、なんかうん、あー列プラス十字ってことか、グレモリー的なあれね。倍率自体はあまり高くないけど、まあ半減があるんで耐久力が高いのかなといった感じですが、まあ多分リーダーとしては流行らないでしょう。強化合成用キラー2つ持ちっていうところがかなり魅力的、強化合成用じゃないですね、進化合成用ですね、これは多分進化合成用としてキラーとしてね今後活躍する場面がちょいちょいあるかなといった感じになっております。次シュスト、ドラゴンタイプとバランスタイプ、バランスタイプなんでまあキラーはいいでしょう。で水属性強化3つ、スキブ1個、追加攻撃と 50% 以下強化が2つ、バインド耐性2個です。ステータス HP4266、 攻撃が1720、回復412、なんかバランス的ですねこいつのステータスも。
で次ブルーオリジンスキルが15ターンで HP1 になるけど敵一体に攻撃力かける300倍の水属性攻撃、これは強い。最下段の横一列を水ドロップに変化、あーいいね。ブレス多いよね最近、なんか水属性ブレスですね最近は。ノアでやっぱりやることが多かったし、まあノアもあれで HP1 にするんだよね確か、自称スキルあったと思うんで、まあその辺似てるんですけども、どうだろうね、ノアって確か花火だよねあれ、ブレスプラス花火だったと思うんで、周回編成にこっちが使われるようになるかって言ったらスキブも1個なんで、まあ微妙なところですけども、まあ、300倍ブレスっていうところがノアよりも強いので、まあワンチャンあるかなと思うと、あ、めっちゃ噛んだね、あるとは思うので1体は絶対に確保しておきたいです。複数体手に入った方も売らない方がいいんじゃないかなと。ただスキブが1個なんで直位ではなかなかないかなとは思います。なんか水属性の攻撃力高いやつにアシストしてあげたらめちゃくちゃ強いブレス出るんじゃないかなと。水属性でなんかマルチブーストとかいっぱい持ってるやついたかな、ちょっとそこの辺を調べてないのであれですけど、まあ何かしらいると思うんでね、攻撃力高い水属性は絶対いるんで、それにアシストしてブレスとして活躍する面が今後出てきそうです。自称も多分なんかの役に立つでしょう、フリーム上とかのねブレスのあれになるんで。次リーダースキル HP50% 以上で攻撃力が2倍、 49% 以下で5倍なので、なるほどね、リーダースキルと覚醒が合ってると。で水を6個以上つなげてゲストダメージを軽減、攻撃力が2倍です。まあ最大で100倍か、熱波で100倍で、HP を 50% 以下に保たなきゃいけない。まあ 50% 以上でも火力は一応出ますよと。なんで 50% 以下を運営が押してきてるのかなといった感じが捉えられます。まあ面白いとは思うんですけども、あんまり闘技場とかには向いてないかなと。次、ベリアル、なんか名前が聞いたことあるやつが多いね。体力タイプと悪魔タイプ、ツーウェイが4個、スキブが2個、バインド耐性2個となっております。まあ、ウェイがあるんですけども、封印耐性がないのでその辺がちょっと残念かなといった感じです。 HP が4408、攻撃が1605、回復力439、まあまあ平均してやや高めぐらいの性能になってます。でスキルの方が11ターンで敵全体に1万の固定ダメージプラス全ドロップを非闇回復の3色陣なので、あの闇ソニアって言ったらいいかなと同じになっております。まあ、回復ドロップがあるので十字消しとかでも役立つし、追加攻撃組む時にも役立ちますということで、まあ、非常に回復を含めた3色陣は優秀だと思います。で固定ダメージもあるので、まあ、固定が効く敵の後にプラス陣で次そのまま突破するっていった感じが、まあ、非常に向いてるのかなといった感じになっております。でリーダースキルはいいね、読んだ感じ、パッと読んだ感じはあまり強くないので、まあ49倍か、 HP が2倍かかるのは強いけど、まあリーダーとしては使わないでしょう。やっぱりなんかどいつもこいつも技マシンだねって感じですね。固定ダメージはいるかなっていうのもあるけどね、まあ、火闇回復ってあれか、火のネイとも同じか、そのまま純粋にこの陣だけで9ターンぐらいで打ててもいいんじゃないかなとは思うんですけど、あんまりこいつは注目されないかなと思います。ネイでよくねみたいな感じになると思います。が闇ソニアでいいわな。はい、次が星6キャラクタークロノマギアで、かぐや、つくよみの姫かぐや、バランスタイプでスキブ1個、封印が3個、なんかルキアみたいなね、封印最高、チーム HP アップが2個とバインド耐性2個。チーム HP アップが2個あるのは、まあ、サブとしてはかなり優秀なんじゃないかなと。で HP4341、 攻撃力が1655、回復が422、まあ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 平均的に高いぐらいですね。で次読みの前、カッターンで1ターンの間ドロップ操作を2秒延長、回復力が2倍、光属性の攻撃力が2倍、エンハンスと操作延長と回復力アップか、うん、まあ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 使えそうじゃ使えそうですね。まあどれもこれもすごい高くエンハンスかけるわけでもないし、操作延長めちゃくちゃ伸ばすわけでもないし、回復力がバカみたいに高くなるわけではないけども、まあどっかで役に立つかなぐらいですよね。本当にサブとしてもチーム HP を強化する面では優秀ですが、それ以外で見るとあんまり強くないという、封印耐性別に3個あっても仕方ないかなみたいなね、セルケトの軽減に役立つかなぐらいですけど、リーダースキルドロップを6個以上つなげて消すとダメージを軽減、何でもいいみたいですね。なんだっけ、マドゥーと一緒か、マドゥーは5個ですね、一緒ではないです。攻撃が3倍、3色以上同時攻撃で攻撃上昇最大4倍、まあ、倍率は結構高いんでリーダーとしては使えそうだね、うん、リーダー向きかなこれは、どっちかっていうと。
何でもいいから6個でゲゲも持ってて144倍、3色以上なんでまあまあ欠損することもそうないでしょう。ただし自身の属性光光なのでサブで他の4属性全部確保してあげないといけないってところがちょっと難しいくらいですかね。次、闇のジョーカー、かっこいいですね。悪魔タイプでスキブ1個、封印1個、指1個、 L 字が3個のバインダイス2個、 L 字3個文字なんか増えてきたな、だんだん。で、HP が4870、攻撃1888、回復力118、まあなんか微妙なステータスですね。回復力がまあ、低い、他は普通ぐらいですね。スキル9ターンで最大 HP 分の 50% か、最大のまあ半分 HP 回復します。 50% 分回復して1ターンの間1コンボ加算。スキル自体がまあそのなんかラジオしか頭に出てこないんだけど、でもラジオはヨグソトスの闇陣だったよな。どうなんだろうね、1コンボ加算っていうところが別にそんなに強くないっていう感じが強いんで、リーダースキルが HP に応じて倍率を出す系だったら相性は悪くないかなといった感じになっておりますが、まあそんなに使わないスキルなんじゃないかなと個人的には思います。で、ドローアタック、悪魔、闇属性の HP が 1.5 倍、攻撃力3倍で闇4コンボ弱、攻撃力4乗その最大4倍、144倍出しつつも HP が 2.25 倍かかるよっていう感じなんで、まあ純粋に闇のコンボパとしては強いかなと思います。リーダーとしてまあ裏闘技場とかいけそうな気がするけど、 L 字消しのサブがそんなに揃ってるかっていうと闇属性揃ってないと思うんで、まあこれからに期待ができるかなといった感じなんで、1体は持ってると将来的に強くなるかなとは思います。そのぐらいですかね、こいつは。まあ、リーダースキルは強いと思います、十分で。この辺は動く系は後から、多分後上の方に、これだね、図鑑動画が見づらくなってしまい申し訳ありませんということで、これはアシスト進化かな、そうじゃなくて普通に出てくるやつか、カードとして。で、こいつがヘラクレスのカード、HP アップ、普通の HP アップ2つ攻撃アップですね、いらないって感じですけども、スキルが4ターンで2ターンの間受けるダメージを軽減。まあどうなんだろうね、4ターン短くていいなと思うんですけども、これが普通のキャラのスキルだったらいいけど、アシストだからね、どうなんだろうっていう。ターディスとかにアシストしてあげるとまあ使えそうな気がしなくはないかなと思います。あんまり短いスキルをアシストするっていう傾向が自分の中ではないので、なんかアシスト進化のキャラってその覚醒を重視してるわけであって、別にスキルを重視してないので、あまり、はい、そんなところですかね。まあ使わないです、個人的には。で、白龍のカード、かっこいいなお前、かっこいいわ。バランスキラー、これがねいいと思う。バランスキラーとゴジャマとドロップ耐性、毒耐性で、ハートキラーで、火属性の敵に光属性の100万ダメージ。まあ、まあまあ強い、ブレスです。こいつはそういえばステータスは、まあそんなに高くないか。なので、まあ、ブレスとしてかなり優秀ってほどでもないかな。すごい優秀っていうブレスではないんですけども、まあ300倍ブレスとかに比べると多分弱くなっちゃうんでね。まあ、100万、まあ何かしらで使えそうな気がする。ただし、自分が一番注目すべきはこれはバランスキラーかなと。まあ毒耐性、お邪魔耐性つくのも負けとしてはかなりいいと思いますけども。何がいいっていうのはコナン君の存在ですね。コナン君がバランスキラーを2つ持ってて、かつなおあいつ、なおかつですね、あいつがバランスタイプなので、まあ、バランスキラーも3つ触れると。で、さらにバランスキラーはつけれるので、まあ橋姫キラーですね、完全に。橋姫やっちゃうマンなんで、まあコナン君にアシストすると非常に面白いかなと思います。ただ橋姫をね、橋姫のためにそれを入れるかって言われたら微妙だけどね。このバランスタイプに対してめちゃくちゃキラーさせるコナン君が誕生しますよって言ったぐらいですかね。白っ子のガンホーコラブガチャに登場するオラージュ、ダルグ、ノアですと。オラージュ、攻撃マシンタイプ、バインド耐性2個、スキブ3個、封印耐性が1個、雲耐性持ててチーム HP アップ2個、まあ覚醒は十分強いかなと。カラットのアシストがかけやすい、アシストじゃない、エンハンスがかけやすいです。で、HP が4638、攻撃2602、回復力がまあちょっと低めで67と。攻撃高いねこいつ、2602か、1000超え、3000超えてくるね攻撃力が。
プラス売りで。で、次、ツインカノンフルバーストということで、12ターンで、敵の最大 HP 5% 分ダメージと、十字型に3つドロップを生成。これ、久しぶりに登場したね。北斗の剣以来だよ。サウザだっけ誰だっけ持ってないんですけど、光ドロップを十字型に生成以来ね、十字型生成が一回も出てこなかったけど、ここに来て十字型に水生成。まあ、周回編成としてね、あれ、無効貫通とか、ま、いろいろ役に立つ。結構な量生成するんで、十字型って。まあ、一体は必ず欲しい性能になっております。周回編成で役に立つでしょう、メリオダスのあれとして。はい。で、リーダースキルが落ち込んなし、水を6個以上つなげて消すと攻撃力2倍、水属性の攻撃力は6倍、水の2コンボ以上で攻撃力 1.5 倍。まあ、自身も、まあ、リーダースキルもそこそこ使えるかなと。ただ軽減とか HP アップとかないので、まあ、最前線で戦える性能ではないですね。まあ、スキルが優秀で、次ラルグ、ドラゴンとバランスタイプです。こいつら星7じゃ、まあいいや。バインド耐性2個、スキルブーストプラスが1個、封印耐性1個の非属性強化が5個ですね。HP が5105、攻撃力1811、回復力400、まあ全体的に高い性能になっております。で、ダースフレア7ターンで敵全体のチームの非属性の総攻撃力 ×20 倍の非属性ブレスですね。あんまり強くないブレスですけども、それプラス全ドロップのロック解除と最上段の横1列を非ドロップに変換。まあ非常に優秀、スキルがかなりいいですね。これはブレス自体はあんまり注目されないかもしれないですけど、まあでも非一列生成で倒せない敵、例えばもうちょっとなんだけどっていう時にブレスでちょっと削っといて非列生成でバンバンってやってあげるとかなりいいかなと。ロック解除プラス非列生成っていう点でもかなり優秀なんでね。実際非の一列生成って5ターンなんですよね、ライラが。なんでそれプラス2でこれだけの攻撃力、効果、負荷効果をつけれるっていうのはかなり優秀かなと思います。リーダースキルが火を6個以上つなげて消すとダメージを軽減、攻撃力3倍、スキル使用時に攻撃力が5倍。まあスキル使用を常にしてあげながら、まあ自分のスキルも短いターンで非列生成するので、ライラとかトゥバンとかあの辺入れてあげつつも、スキル使用毎ターンしながら火を6個つなげていくと強いかなと。まあトゥバンシステムで組んであげたりすると自身のスキルとシステムで動くと思うので、それでまあ簡単なダンジョン、コラボダンジョンとかの周回編成としてもこいついいかなと思います。自分のスキルってあれできないの残念だね。6ターンだったらループできるんだけどね。まあまあまあその辺はいいでしょう。こいつは1体周回編成という個人的なソロ周回用の編成として持っておきたいキャラになっております。特にトゥバンとかライラとかそういうの持っている方、1体は加工してあげると非常にいいと思います。倍率自体も高いですしね。はい、次ですね。次が闇ノアですね。なんか全然違うね、水のノアとは。バランスタイプ、バインド耐性2個、指が2個、スキル1個、封印1個、無効貫通とコンボ強化、ナノコンボ強化が2個になっております。で、HP が4850、攻撃1756、回復509、まあ、回復力が高いかなといった感じですね。スキル8ターンでランダムで闇ドロップ4個生成プラス敵の行動1ターンチェーン。これも新しいかな、ドロップ生成プラスチェーンって今までいなかったかなと思うんですけどもね。はい、ヘイストだと7ターンだけど確か遅延だと8ターンになるんだね。まあ非常に優秀ですね。普通に覚醒が、まあ、スキルもそこそこ使えそう。リーダースキル、闇属性の HP が2倍、6コンボ以上で攻撃力が2倍、闇の2コンボ以上、2コンボで攻撃力4倍、3コンボで6倍なので、12倍で144倍。まあ、でも3コンボするにはちょっと難しいので、7、6で使ってあげると強いかな。コンボ強化とか無効貫通もしやすいんで、HP も2倍なので、まあ、ディアブロス闇属性。と、あとは、鋼の錬金術師のおじさん。あいつも確か76で闇のなんかだったと思うんで、名前が出てこないな。剥がれあんま見てないから。わかるよね。多分わかると思います。あの、おじさんです。おじさん。闇属性おじさん。あの人が結構相性いいと思いますんで、その辺使ってあげるといいです。はい、いいです。うん。ぐらいでしょ。76で使ってあげてください。誰だこのマッチは。カード絶対動くね、これ。はい、体力と攻撃タイプ、バインド耐性2個、スキブ3個、なんかスキブ3個持ち最近多いな。踏み耐性1個、指1個、50% 以下強化が2個。うわー、そうやって 50% 以下をとりあえずつけていくスタイル。 HP5866、 攻撃力がまあまあ高い2110、回復力壊滅、体力、まあ体力もプラス打ってあげたら7000近くになるので優秀ですね。はい、で次ワイルドファング、ターン8ターンで HP50%
10% 減るが敵一体に攻撃力100倍の既得性攻撃、100倍ってまあそんなに強くはないな。非闇お邪魔毒ドロップを気ドロップに変化。あーなるほどね、ははは。でもこれ自分のね覚醒 50% 以下強化とかそういうのあるね、例えばリーダーでも 50% 以下で出すよっていう系のリーダースキルだったらこいつのスキル8ターンで打てるから優秀なんじゃないかな。ブレスがいらない気もするけどね。 50% 受賞して、しかもダブルドロップ変化で闇と闇じゃないお邪魔と毒耐性もつけちゃうっていうね、キドロップに変化しちゃうっていう優秀ですねスキルで。 HP80% 以上でダメージを軽減、なるほど。攻撃力5倍、 79% 以下。あーはあ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 、面白いねリーダースキル。 80% 以上だと軽減が入るけども攻撃力は弱めだと。ただし 79% 以下切ってくると軽減が入れない代わりに攻撃力は10倍、2倍に増しますよと。で貴族性の HP と攻撃力 1.5 倍、つまり1人で15倍だからリダフで225倍が最大。ただし 80% 以上で軽減を持ちながらやろうとすると2分の1に落ちちゃうので約105倍ぐらい、100倍ちょっとぐらいになっちゃうか。なるほど、ちょっと面白いけど難しいリーダースキルかなといった感じになっています。まあ HP 倍率もあるので半分にしてもそこそこの HP 確保できるかなと思うんで3万ぐらいは確保できると思うんでね、半分になっても3、4万ぐらい結構こいつ使えるかもしれない。ちょっと使ってみないと分かんないけど実際、まあ、スキルも使いやすくてリーダースキルも面白いんでありかなと思います。次、さっきのやつのアシスト進化ですかね、指が1個とチーム HP アップが2個、これすごいな。アマツっぽいやつで、スキルもさっきと同じなので、まあ、50% 減るっていうのがへでもないやつ、サブの何かしらにアシストしてあげると強いかなと思います。いいね、チーム HP アップ自身にアシストしてあげたらね HP アップで自分のリーダースキルとも非常に相性いいんで、こいつにこいつアシストしてあげたらいいんじゃないかなと思います。純粋に次エレナ・ブリリアント、なんかめっちゃ見たことある、お前ガンホーの CM かなんかですごい見たことあるわ。バランスタイプバインド耐性2個のスキブ2個封印1個指1個ドラゴンキラー神キラークマキラー、はい来ました。バランスタイプでキラーいっぱいつけれるパティーンのやつで HP4790 攻撃1804回復力高めで503となっております。でワイキャップということで起きなさい、はい15ターン全ドロップのロックを解除、火と光ドロップに変化、ロック解除のイルム人で3ターンの間火ドロップが少し落ちやすくなりますよ。草薙今日のちょっと強化版みたいなね、こんな感じです。非常に強いなお前スキルが、優秀すぎるやろスキルさすがに。で、リーダースキル火の2コンボ以上で攻撃4倍、3コンボ以上で8倍、急に伸びるじゃん。ドロップを5個以上でつなげて消すとダメージを軽減、攻撃力2倍、はあ、ははあ、76で使ってあげてください系か。1人で16倍、すごいな、強い強い強い。ただあ軽減入るか、ああいいじゃん。軽減持ちプラス、まあ、火の3コンボっていうところが難しいけど、あんまり長いダンジョンに行こうとすると難しくなっちゃうかもしれないけど、短いダンジョンだったらジン打ちつつね、ドロップ生成スキルで打ちつつ、まあ、火の3コンボぐらい常に確保しながらいけばかなり強いと思います。火力面もあって軽減面もあってキラーも持ってるということで、これはこれで面白い、はいありです。で、アシスト進化させるとウェイがつくんですね、まあ、自動回復と攻撃アップはまあ気持ち程度なんでいいでしょう。ウェイ持ちでまあ元々のスキルが強いのでアシスト進化もありなんじゃないかなと思いますが、まあでも無理に1体引いてアシスト進化させるよりかは2体以上確保した場合のみでいいかなと思います。もう多いキャラが、次まだいるよね、あーでもあと6体か、 OK 頑張っていきましょう。ゼータドラゴンタイプと攻撃タイプ、かっこいいなお前。バインド達成2個、スキルブーストプラスが1個、封印が1個の指1個、コンボ強化7コンボ強化ですね1個と水属性強化が3個、 HP が4860、攻撃が2233、ちょっと高めですね。回復力106です。ドラゴンビート11ターンで1ターンの間2コンボ加算プラス光と毒ドロップを水ドロップに変化、まあ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 2コンボ加算なんでコンボ吸収とかのその周回編成の時にねコンボ吸収のやつに役立ちそうなスキルかなと。ただし光ドロップ変化っていうことなので、まあ、毒の海とかブブとか、あでもブブには使わないな、
列をそのまま生成とかするわけじゃないんで、ちょっとパズルが必要になっちゃうっていう点がありそうかなと。光ドロップなんで、まあ光となんかの二色陣、まあユウスケみたいに光と水の二色陣で、かつあれ難しいな、花火にしちゃってもコンボ加算しても3コンボだもんね。にコンボ以下吸収とかいないしね。使えそうで難しすぎるかもしれないです。列先生だったら非常に強かったかなとは思うんですけど、ね、はい。でリーダースキル7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が3倍、水を6個以上投げて消すとダメージを、なるほど、あーなるほどね、あーじゃあ強いかも。リーダー向きですねこれは。軽減を2回貼れつつ、水を6個以上つなげてコンボなので、まあ水6個なくても軽減が7コンボで純粋に貼れるので優秀なんじゃないかな。これはありですよ、かなり強いと思います。水属性強化3個とコンボ強化1個、重心でちゃんとねリーダースキルに合った覚醒も持ってますし、これはありだと思います。リーダーとして使えそう、まあ使ってみないと分かんないけど、違うか、これじゃないね、こっちかな。パリスのカード、暗闇耐性3個と水属性強化2個、まあ優秀、普通にいい覚醒が追加されますよって感じです。スキルも水パーに組んであげたら死なないスキルだと思うので、まあ、暗闇耐性をつけるといった面でも水パーにはアシストありかなと思います。暗闇耐性最近つけるのに、あのモンスターハンターコラボのナルガクルガの武器かな、あればっかりだったんで、闇先生だったんですよね、あれが。水パーにはこれつけてあげたらいいんじゃないかなと思います。振動狩りじゃないよね、花わかんないです。はい、ということで攻撃回復タイプ、バインド耐性2個、スキル1個、封印1個、指2個、コンボ強化2個、スキルチャージ1個です。優秀です、もう優秀ですよ。そりゃ多色パイに入れたらめっちゃ強そうじゃん。 HP3048、 HP 低くない、お前攻撃2645、攻撃高いね、そして回復力も高いね、521。 HP が低い代わりに攻撃と回復はかなり高いかなと思います。でスキル15ターンで一旦の間、光属性の攻撃力が3倍、エンハンスで光3倍ですね。回復お邪魔、毒ドロップを光ドロップに変化、あんまり変換色は多くはないんですけども、まあ、エンハンスプラス変換ということで、まあ、そこそこ使えるんじゃないかなと。ただし多色パに入れるのに光で統一してあればいいですけど、光エンハンスしかかけないのでその辺が難しいかなとは思います。であなたじゃ相手にならない、4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力は2倍、4コンボ以上で攻撃力は上昇最大8倍、多色プラスコンボって感じですね。神王が的な倍率自体もかなり高いので、最大が出せることはできれば何コンボかな、8、9コンボぐらいじゃないかな、この感じだと。4コンボ以上と攻撃力上昇だと、まあだいたい8、9だと思います。こいつもまあコンボパで多色っていう面が難しいかもしれないですけどもね、欠損がありえてしまうんで4色以上になってくるとね、はい。まあただ普通に純粋強いので、まあ、76で使ってあげてもいいかなとは思います。ただしスキルが光属性で統一してあげないと完全に生かすことができないっていう点が難しいかなと。光多色パ、まあエドワード、無理にエドワードで多色にすると強いかもしれないです。はい。でアシスト進化するとスキブがつきますね。スキブ1個、最近増えたね、スキブつく武器、空気アップ2個。まあエンハンススキルなのでアシスト進化もワンチャンありなんじゃないかなとは思います。で次がこれはなんだ、アシスト進化を普通にコラボダンジョン出てくるやつか、ダンジョンに出るキャラですね、デュランダルフ。スキブ1個、指2個の封印1個、火、水、木のダメージ軽減と攻撃強化とスキルチャージ。なんか面白いな、ダメージ軽減いるそんなにって感じですけどね。敵全体に攻撃力プラス300倍、攻撃力300倍の光属性、これは絶対作っておいてくださいね。みんな300倍プラスめちゃ強いから、25ターンかかっちゃうけどさ、これはだってコラボダンジョンに出てくるキャラでしょ、誰でも手に入る最強ブレスだよこれ、めっちゃ強い。HP とか関係ないし純粋にブレスだし、これはもうなんか今まで見たね性能のキャラより一番使えるスキルしてますよ多分。なんだかんだ重宝されると思います。今まで何だったかな、光のブレスってなかなかね、これも北斗の剣だったかな、光属性のブレスって純粋なブレスってなかなかいないんでね、まあ、グリムジョーンも確かブレスですけど、光属性の絶対に作ってあげてください。
リーダースキルが低い属性の HP と攻撃力が 1.5、 ドロップ操作2秒延長、7コンボ以上で攻撃力上昇最大7倍です。まあそこそこの火力も出るので、リーダーとしてもコンボパーとして UE も延長してくれるし強いと思います。スキルチャージ持ってるんでね、多色で使ってあげてくださいね。まあただ普通に闘技場とか行く際にはスキルがあんまり使えないと思いますけども、ね、スキル2個は持ってないのが残念だな、ちょっとね。ただし、あーでも、あースキルチャージ一発しながら周回編成組むことないもんね。スキルチャージあるからブレスが結構溜まりやすいかなとは思ったんですが、まあなかなか難しいでしょう。自身の攻撃力があまり高くないので、アシストはできるのかな、ちなみにこいつできなさそうですけどね。まあ、なんか攻撃力アップとかいっぱいつけてあげて、アシストとかでつけてあげて、300倍ブレスで何かしら周回編成で突破できる敵が出てくると思うし、ランキングダンジョンではちょっとさ25ターン貯めるのは難しいかもしれないですけど、まあもしかしたら使えるかもしれないんで、必ずこれは念を押しておきます。1体は必ず作ってあげてください。でアシスト進化するとバインド回復2個、まあいらないでしょう。はい、ということで終わりました。ステータスもまあまあかな、3が多いくらいですかね。はい、ということで今回はガンホコラボ、来週の月曜日からやっていきます。3日後かなぐらいからやってくれますけども、星なんで星って言うんだろう、今日石6個使うガチャとなっているので、まあ、無理して引く性能のやつは、まあ、使えそうなのがちょいちょいいるんですけども、まあ、十字とかさ、ドロップのロック解除プラス2食事とか、まあ、いろいろいるんですけども、まあ、無理して育てるべきはもうこいつぐらいですよ、本当に。他はそこまで無理してって感じではないと思います。あわよくばいたらいいなぐらいで考えてあげたらいいんじゃないかな。まあ、回復キラー、こいつは持っておいた方がいいかもしれないですね。まあ、こいつぐらいでいいんじゃないかな。優しく、無課金編成に優しい感じで言うと。まあ、廃課金では全部揃えてあげるといいと思いますけどね。はい、ということで、今回ガンホコラボがこちらから登場するキャラ、ざっくり見てみました。結構キャラが多いので長くなりましたね。星7、星6、星5といった感じになってます。石6個使うので性能はまあまあそこそこ使える性能ばかりですので、石余ってる方はちょっと引いてあげるといいかなと思います。ただし、来月8月には夏休み水着キャラが来るのと、闇の大魔女っていうんだっけ、あれが来るので、おそらくそこも覚悟しつつ引いていかないといけないんで、まあ、そっちに期待するのもありなんじゃないかなとは思います。まあ、水着はあんまり期待しないですけどね。はい、ということで、闇の魔女に期待ということで、ガンホコラボ引ける人は引いてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。